シュベヒテンピアノナンバー6171-1870年以前製造。ナンバー7267ピアノの名盤。ゲオルク・シュベヒテンは19世紀後半のベルリンの卓越したピアノ製作者の一人である。オリジナルの保存状態の良い、または修復されたシュベヒテンのアップライトピアノ及びグランドピアノは今でも賞賛に値するとみなされており、珍しい。 ゲオルク・シュベヒテンは1853年に、兄のハインリッヒ・シュベヒテンによって1841年に、ベルリン・コフホ通り11番地で開業された、スクエア・ピアノの工房を引き継ぎ、弟のウィルヘルムと共に1853年に G ・シュベヒテン社を創業した。1861年、ゲオルクは、コフホ通り60番地に工場を建設し、その後隣の不動産も取得した。 G. シュベヒテン社のピアノはすぐに大きな名声を得た。ゲオルクの死後、娘のアンナ・マリアクラ,ラ・ラフィブリュコーンが会社を引き継いだ。彼女はシュベクテンハウスを建設した。ビルヘルムの息子フリードリヒとビルヘルムは1910年にピーパーのファブリックシュベクトンボスを設立した。1918年、二人とも親会社に戻った。ピアノ生産は1854年に始まり。 1925年まで続いた。エルンスト・パウアーは、著書 A Dictionary of Pianists and Composers for the Piano f o、e、において、シュベヒ転写について記述している、シュベクトン G ベルリン宮廷ピアノ製造業者。1854年創業、現在120名の労働者を雇用。得意分野は、アップライトピアノで22000万2千台以上を販売した。 ロンドン、パリ、ウィーン、フィラデルフィア、メルボルンなどでメダルを受賞した。クリストファー及びアンエーカーのウェブサイトピアノグランズによれば、シュベヒテンピアノは極めて珍しく、シュベヒテンよりも素晴らしいピアノはこれまで作られていない。ベルリンを拠点として、シュベヒテンピアノは19世紀のドイツとオーストリアにおける一部の非常に小さな工房から、 生まれた最高品質の仕事の最良の例である。シュベヒテンピアノは1839年にゲオルク・シュベヒテンの兄、ハイン・リッヒの店で始まった。ゲオルク・シュベヒテンは1853年にベルリンで店を構え、優美な手作りピアノを専門とした。この素晴らしいピアノはゲオルクが死去した1902年に終わった。シュベクトンのブランド名は、 中国の上海高校と有限講師によっても使用されていたが、ドイツのシュベクトンとの関係は不明である。ありがとうございます。